はいどうもカボジーです。今回はマーベルスナップの動画でございます。ということでジジイインフィニティランクに到達いたしました。はい、でその中でね、まあジジイが一番、まあ、活躍したなと思ったデッキの方を紹介したいと思います。ということで、はい、今回紹介するデッキはこちらです。はい、エボとサノスのコラボレーションデッキでございます。エボサノスと書いておりますね。はい、こんな感じのデッキでございます。戦い方はサノスのストーン、うん、ストーンをロック上でガチャガチャしていったり、ハイエボで強化されたメンツ、うん、ザ・シンクとかね、ワスプとか、そこら辺で攻撃力、相手の攻撃力を下げて戦います。ストーンとブルーマーベルのコンボもいいですね。で、そのストーンとロックコスをね、守るためにカイエラの方を採用しております。ということで、試合の方、見ていってください。それでは、どうぞ。私の創造物を見よ。この宇宙を正しい対戦よろしくお願いいたします。二つね、セリフ言うんだよね。ハイエボとサノス。豪華だね。とりあえずストーンの方を置いていきますね。うん。お相手さんがまだ何のデッキか分かりません。で、真ん中のロケーションはディメンションということで4ターン目に変わります。まあね、真ん中に置くんですけど、4ターン目のね、ロケーションが何になるかが怖いですね。で、ここで、はい、タイムストーンによってコストの方を増やしていったので、カイエラとはい、マインドストーンとワスプ出していきましたね。これで、はい、ザブーの攻撃力1下げます。で、今回ね、3ターン以内に、うん、ロック上が出なかったんで、もうね、ワスプは、お相手さんのね、攻撃力下げたいんで、パパッと出していきます。で、ここで、うん、サカール。ディメンションのロケーションはサカールでしたね。サカールは変えていきたい。多分お相手さんまたね、あのブラックウィンドウ、うん、出してくると思うんで、ドローがね、できなくなりそうなんで。うん、まあそうだね。ブルーマーベルとかで強化していって、どうにかしていきたい。で、移動できますね。真ん中のカードがネクサス。あ、ロケーションか。ロケーションがネクサスになったんで、うん、真ん中だけ開けておきたい。このターンもしかしたらゴブリンが飛んでくるかもしれないけど、まあ、その時はもう負けです。飛ばなかったら、サノスかな。ただサノスもまだ青色のストーンがないのかな。あ、リーチですね。はい。リーチされたんで、サノスとショッカーの方の効果がなくなりましたね。ただザ・シンク引いたんで、お相手さんのリーチと、うん、ミズ・マーベルとリーチのね、攻撃力を下げて、ネクサスの、数値を下げていきたい。で、お相手さんがスナップしたんで、こちらもスナップと。ザ・シンクでよかったかな？サノスでもいい気がしたんだけど、ちょっと怖いんで、まあ、とりあえず、はい。お相手さんの攻撃力3下げていきます。1、1ずつですね。で、お相手さんが出したのは、ドゥーム。大丈夫そうでしたね。よかったです。対戦ありがとうございました。これはサノスでも、もしかしたら勝ってたかもしれない。そう思いつつ、はい。今回、8ポイント、うん、もらったので、インフィニティ到達いたしました。ということで、次の試合、どうぞ。対戦よろしくお願いいたします。さあ、まずは、スカーの方が消される。で、お相手さんストーンでしたね。ということで、サノスか。サノスデッキですね。お互いサノスです。さあ、どうしましょう。まあ、しょうがないですね。ショッ
ッカーの効果は左にね、左のカードのコストを下げるんで、ソウルストーンを置いていきます。で、引いたカードが、マインドストーンですね。でもそうだね、マインドストーン左に置かないと。お相手さんが真ん中の、ロケーション変えてくれました。よかったです。これで気軽なく真ん中のロケーション置けますね。で、ショッカーが変わります。はい。チャベスに変わりましたね。効果が新しくなったチャベスに変わりました。ショッカーからチャベスはいいですね。で、ここで、はい。ここで、カイエラと、はい、今、パワーストーンを置こうとしたんですけど、この、真ん中のロケーションで、変身させたかったんで、マイティーソーを置きました。で、これで、はい、変身いたします。で、ワスプが手札に入っていく。で、変身した先はニムロットでしたね。で、ワスプ真ん中に置いたんですけど、これはね、ジジのミスですね。これね、ミスっちゃったね。ワスプの変化先、ゼロコス。ワスプとね、あともう一体しかいないんですよね。これはやらかした。あいつですね。イエロージャケット。効果はイエロージャケットがいるロケーション。イエロージャケット以外の攻撃力を1下げます。ということで、はい。ニムロットとチャベスが攻撃力下がりました。で、お相手さんはリーチ。で、最終ターン、はい。リーチによって全部効果が吹き飛ばされます。シンクで下げる。カイエラがいるんで、1コスと6コスは、守られるんで、はい。効果消えたんですけど、まあね、ちょっと攻撃力上がってるんで、このまま、ハルクを出していきます。で、お相手さんもカイエラでしたね。ダイナソー。危ない。大佐ありがとうございました。いやー、ワスプね。イエロージャケットにしたときはちょっと焦りましたが、勝ててよかったです。はい。では、次の試合行ってみましょう。どうぞ。私の創造物を見よ。対戦よろしくお願いいたします。いやー、ハイエボとね、サノス、セリフがあると、ちょっとね、ちゃんとね、待っちゃう。ってことで、お相手さん。いきなりスナップしてきた？おお。いきなりお相手さんスナップは強気ですね。ユーア島に、はい、ソウルストーン置きます。これで、どんどん大きくなってくれ、ストーンたちを。はい、ロック城と、ワスプで入れ替えていきます。リアリティストーンでした。変わっていきます。下水道です。まずいです。お相手さん、破壊かな？となると、石たちが危ない。カイエラーを早めに落ちたい。もしくは引きたい。ロック上で出てこないかな？出てくるかな？微妙ですね。はい、スペースストーンで入れ替えて、サイクロプスみたいな。ちょっとね、言いにくいけど、確かそんな名前だった気がする。で、お相手さんは、何をする気だ？ヴェノム。このヴェノムはまずいね。いっぱい、破壊のね、回数も増やしちゃうし、すごく攻撃力もでかくなりますね。まずいな。ジジイ、今回まだスカー入れてるんだけど、スカーはね、ミッションとかでね、使うんでスカー入れてたんだけど、多分、シャンチーとか、
他の6コスにした方がいいかもしれない。うん。じじなんとなくそれは思ってます。ここでワスプ引いたんで、ワスプとマイティーそうかな、左だね。バーシニスターまだ何か出してくるかな、ベノムに。一番嫌なのはあれだね、アーニムゾラ、うん、セリフが最近追加されたカード、あれは結構えぐいね、盤面になる気がするんだけど、バーシニスターに出さないでくれ。ただお相手さんがバーシニスターにそれ出さなかったらハルクで超えれる気がする。 16×4 でいけますね。ということで、はい、祈ります。お相手さん右ロケーションに1枚だけですね。ということはアーニムゾラじゃない、なんだ、ギャラクシー、いやヌルか。はい、ということでなんとか勝てました。対戦ありがとうございました。勝利。はい、ということで今回の試合はここまで。ぜひ皆さんハイエボとサノス、合わせてみるのも楽しいですよ。ということで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。では最後まで見てくれてありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあの。